はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はタイトル通り遊戯王の開封動画です。はい、新パックのやつですね。これ買ってきたんで、どうせだったらまあ動画にしようということでやっていきます。でね、これ30パックっていうこと知らないでね、間違って2箱買っちゃったんだよね。いやーね、1個15パックって思ってたら30パックで、なんかあれか、商品の紹介見てた時に、あ、これ30パックやん、やらかしたなと思ってたんだけど、まあ別にいいでしょう。あと今20周年のなんかエディション、アニバーサリーパックみたいなのがあるんだけど、これが8枚もらいました。15% オフで8000円ぐらいで買えたかな。そう考えると割とお得だったかもしれない。ということで開けてきます。多分カットが多めになるでしょう、きっと。よし、ということで開けていこう。いやー、なんかあれだよね、ハサミで開けるようになってしまってから、なんか一個一個開けていく楽しみがなくなってる気がするけど、まあとりあえずやっていきます。はい、まず1パック目、破壊、あ、これなんだったっけ、グラディアウスやったっけ。あー、うん、エレキ感謝。あー、これマリン説だね。はあ、はあ、はあ、まあまあいいや。あ、で今回の狙いなんですが、ここのところに書いててちょっと見えるかわからないんだけど、マスカレーナと、まああとは汎用効くやつとアロマシリーズだったっけな、そこら辺が来ればいいかなと思ってます。基本ちょっとアロマが来てほしいって感じかな。でこれゴミどうしよう、ゴミここ置いとくか。よし、でもうさささささってやっていきます。もうノーマルとかの感想はもうほぼほぼ言わなくて大丈夫でしょう。はい、うん、うん、はい、あ、あ、オッケーオッケー、こいつ欲しかったんだよね。こいつね、ちょっとサイバードラゴン系のやつでね、ちょっと使えるなって思ってたから、これちょっと欲しかった、ありがてー。やった、とりあえず目当てのもん来たわ。目当てのもんこっちに入れとこう。で次もうささささって多分ほぼほぼカットなんだろうなと思っていくんで、まあ、とりあえずささってやっていくんですが、はい、あ、アロマはありがたい、アロマはちょっとこっちに置いておく。アロマに関して新しいのがいっぱい来ていっぱいじゃないけど、結構来てたからね。あー、ここは使う。基本本当にアロマとそのさっき出たやつぐらいしか俺目当てのものないんで、なんで2箱買ったんだって言われると、なんでなんだろうねって言われるんだけど、マジでね、間違って買っちゃったのはね、良くなかったね。あ、ところてんだ、ところてん使え、売る。あ、これあれじゃん、汎用効くやつの売るレアでいいのかな。俺いまいちね、遊戯王のね、そのキラキラしてるのがね、そのどこがだどこかっていうのが分かってない。スーパーレアかウルレアかみたいな、そんなのが分かってないね。あ、けどこれちょっと嬉しいな、なんかいい感じだね、今のところ聞いてます。はい、アロマありがたい、あだいなりすらは知らん。マリンセスじゃない。よしよし、もうこのままささってやっていきましょう。はい、プリンセス、マリンセス、マリンセス。なんか最近何ですかね、いっぱいあるな。これはビースト。あ、グラディアルビーストか。はい、最後。これ何？あ、グラディアルビーストのやつだ。あ、じゃないわ。いや、そう考えたら。なんで俺これ2箱も買ってしまったんだろう。いや、ちゃんと見なかった俺が悪いんだけどさ。ほい。ここら辺知らない。あ？あ、なんもない。普通の通常モンスターだ。珍しい。あ、スレイブパンサー。あ、ここでこれ入ってくるんだ。うん。あ、生物のやつじゃ。これなんかあったら便利そうだから、ちょっと嬉しいな。はい。次。はいはいはい、早速やっていきましょう。魔術師、筋肉。ダイナリスラー。プロメテローン。破壊のやつだね。あー、ラビアだ。これ破壊のやつだね。こいつかっこいいからちょっと好きなんだよね。もうキャラーって感じがすごいけど、かっこいいやつってなんかちょっと誘われるよね。よし、ありがとう、アロマ。アロマはもういっぱいしてほしい。アロマはいつでも来ていい。あ、ルーナ、確かこいつ、わりかしなんか面白そうだなと思って、これもちょっと欲しかったんだよね。ありがたい。お、あ、今回のあれですね、パッケージになってるやつ、箱あったあった、こいつっすね、これですね、これがだよね、一応1枚きた。これちょっと嬉しいな、やったやっぱなんかパッケージモンスターが来るとちょっとテンション上がるよね。やっぱパッケージになってるとテンション上がるか。よし、今のところなんか引きいい気がするな。まあ20周年祝あたりが来てくれたら同じだけど、まああれ出る可能性の方が低いからね。ん、なんだこいつ。見影獅子。あはーん。わかんねえや。はい。あ、恵みの風。これはありがたい。これもアロマシリーズのやつだね。やったやったやった。アロマシリーズ関連が来てくれるのが、もしかしたら一番嬉しいかもしれない。アロマの数量あったよな。それ来てほしいな。はい。はい。こいつめっちゃ見る気がする。あ、そうですね。はい。あ、これは剣獣士。剣獣士？剣闘士？うん。剣闘士か。いろいろと間違ってる気がする。あ、オッケーオッケー。アロマだね。で、アーマー、マリンセス、剣闘。なんだこれ。セラフィムマニオン昆虫、あ、昆虫のやつも追加されたとか言ってたな。あ、これか、いまいち効果わかんないから、とりあえず次に行きましょう。効果だけは正直後で見ようかな、気になったやつだけ。はい、
マリンセス、はい、あ、おじ、ハヨキプヤスっぽいやつや、はい、で、最後これ、これって生物のやつだったっけ、あ、生物のやつか、あ、けどここ、あれだな、おじさん、おじさんじゃない、岩石のやつ、あ、来たな。やっぱそう考えるとやっぱスーレアとウルレアがなんかすごい違うね。やっぱこっちの方がレアリティすごいある感じがする。気持ちね気持ちだけど、はあ、ということでとりあえずまあさささっと開けてってるんですが、もう15パック開けるよめっちゃ早いよ。破壊いっぱいあるな。あ、ゴインキョのオオカマじゃん、これ欲しかった。これは転移だったよな。これもねちょっと店員デッキ作りたいなとか思ってたから普通にありがたいね。なんか店員も地味に追加されてるもんな。はい、次、はい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 、検討中、検討中。あ、ギャラクシーだ。え、こいつフォトンだよね、フォトンのやつだよね。ありがてえ、これもちょっと欲しかった。今1枚飛ばしちゃって普通にマスカレーナ出たわ。これね、この子超ねいいんだよね。これちょっと欲しかった、ありがたい。あ、ついでにペインも来た。この子はねめっちゃ欲しかった。下手してちょっとね4枚ぐらい欲しいなって思ってたから、ありがたい。はい、次、てかあとその2パックでもう 1枚か2枚ぐらい欲しいな。はい、まあ他のここは初めて見たけど、はい、これも破壊いらね、破壊だね、うん、破壊ってかなんか思ったけど2個ぐらい買ってるから破壊説明詰めそうな気がするな。後でちょっと適当に組んでみよう。はい、ラッキーやバルジ、なんかイカっぽいやつ、オールマインド、うん、はい、星雲芸って書いてるから多分これ生物でいいのかな、ちょっとわかんない、こっちに置いておこう。わーやばい、もう割かしポン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 やってってるからすごいスピードで減っていく。さあ動画総数としては11分ぐらいになって、やばいな。まあといってもところどころ早くになってるから大丈夫だと思うけど、ガーレンありがとう。うん、来ない、アロマ関連が来ない、なんてこった。あ、来た、アロマだ、ダイナレスラー、ルーナもこっち、ほい、あ、天意じゃん。あ、天意、しかもなんかあれ、え、違うな、これウルデアじゃないな。え、ウルデア、わかんない、なんかキラキラしてるけど、いまいちここのところがわかんないわ。あ、けどこれはね欲しかった、ありがとうこいつ普通に汎用効くやつじゃんと思って見てたからね、嬉しい。はい、マリンセス、サジタリティ、マリンセス、ん、マリンセスあってな、破壊のこれスーレアかな。はい、あ、そうさん、破壊のスーレアか、とりあえずこっちに置いておこう、ある程度見ないとわかんないからな。よし、で次、マリンセス、はい、マリンセス、マリンセス、ゴンだ。あ、ラビットさんだ、ポップイヤーだってたっけ、ポップイヤーだった。こいつなんかあったら便利そうだなと思って見てたけど、来てくれると割と嬉しいな。はい、で次、はい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 、はい、もうどこどこ今飛ばした感じがするけど、はい、時間かほう、ん、あ、違うわ、破壊だったわ一瞬時間に見える。あ、割かしポンポンやってきたけど、よし、オッケー。できる、そう考えるとあれだ、スーレアがいない。アロマの、おう、アロマのスーレアがいないぞ、なんてこった。これ2箱買っててよかった、まあくまで結果論だけどね。ということで、とりあえず30パック目のラスト、ほい、まあ、特に何も出ないかな。ほいほい、なー、出なかったね。最後何、あの剣闘銃か、うん、まあ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 いい感じでしたな。よし、では2箱目やっていこういやー、2箱買っててよかった。もう今後なんかいろんな目当てなもの考えた時に2箱以上買おうかな。ほいほいほい、よし、やっていきます。いつも通りここをここに置いて、はい、もう早速やっていきます。特に喋ることはない、アロマが来て、あ、はーい俺もうこれ下手くそになってるな。これ2体目はちょっと嬉しいかもこいつはなんかまあ汎用が効くシンクロだから、わりかし持ってても損はないからな。まあ、使うかどうかしかないけどね。はいはい、もうここら辺はもう見られてません、ありがとうなあ。マリンセスに関しては全然組んでないから感情が、てか組んでないやつが来た時の感情のなんか、あー出なかったなーってすごいよね。あ、ところてんありがとう。あー、サーマンダーもやってやる、サーマンダーとか、はい、あー、もういっぱい見たお前、お前もいっぱい見たんだ、アロマージありがとう。はい、これもマリンセスか、え、なんか、あ、違う、普通のタコの触覚っぽいやつだった、一瞬あれそれが足に見えた。はい、はい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 、次、あ、ルーナ欲しかった、生物、はい、これは違うと、拳銃、ん、拳当時言いにくい、グラディアンとかっていうのすごい言いにくい、ルーナ、サーマンじゃなくてマリンセス、イカっぽいやつ、はい、あー、うん、破壊神だね、破壊。次のパックですごい王が
組みたいから、王を早く組みたいな。はい。はい。あこいつめっちゃ来るな。3枚目だ。あー、で、こいつまでね。うん。こいつ、すごい、なんか使えてるな。ただ、こいつ書いてること強いかな、割と。もしかしたら使うかもしれない。は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 い。あ、これサラマングレイトのやつか。サラマングレイトは組んでないからな、わかんないけど。まあ、とりあえず、なんか欲しいっていう友人がいたら、そうやって投げつけよう。はい、次。マリンセス。うん。あ、ガーディングはありがたい。うん、来ないな。だって、わりかし、スーレオーっての、アロマのあのカードが来てないのがきつい。シンクロワークのやつだったよね、確か。あれ来ないかな、あれ来てくれないと結構損なんだけどな。ほい、なあ、翔さんはもういらないですね。はい、次。ほい、ほいほいほい、ほそう、うん、破壊。あれ、なんかさっきのパックより引きがそこまで良くない気がする。あれ、さっきの箱って割かしいい感じの引きしてたけど、あれ、いや、今多分ランスが違うだけだ、きっときっとそうなんだっけ。ほい、オーケーオッケー、アロマのやつありがてえ。アロマ、アロマ、マジでアロマ来てくれ。あのシンクロのやつ、あれ来ないとちょっと俺、あれ単品買いすんの、え、きついんだけど。あ、これって気候流だよね。あ、こいつもちょっと欲しかった。ほい、あ、ラビットさん。ほいほいほい。やーべ、なんか敷きがそこまで強くない。嘘だ。ほい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 。うん、これも破壊だね。多分これ15パック目くらい。やばい、めっちゃ入ってきてる。ほいほい。うん、こないな、ちょっと待って、こなさすぎる。嫌な予感がする。え、いや、さっきのパックですげえなんか割かしスーレアとか売れがポンポン出てたから、こっちでも割かし出るんじゃないかと思ったけど、出ないな。なぜ？ほい、出ないな。本当に出ないな。え、あっちのパックは普通に敷きよかっただけか。敷きしょう。今上っ側でシンクロがちょっと見えたんだけどさ、これは期待してよかった。これが欲しかったのよ。すごい、これが1枚あれば嬉しい。うん、普通に嬉しい。すごい喉にタンが絡まった。はい、次。あ、来だしたね、アロマ。ありがてえ。まあ、アロマだけもう来てくれたらもう俺は同じ。はい。あー、え、お、すごい、すごすごいの、これめっちゃ真っ白なんだけど、ファイアーオールドラゴン。へえ。え、ちょっと待って、さっきのファイアーオールド。痛い。これなんて言うの？なんかすごいやつ。やーばー。え、ちょっと待って、めっちゃテンション上がってるんだけど。やったー。え、これ、どうしよう。記念で置いとこうかな。なんか、こういうののね、当てたときすごい思うのがさ、売りに行こうか行かないか迷うんだよね。で、まあ、今回このドラゴンちょっと欲しいなって思ってたからさ、ちょっと売りには行かないと思うんだけどさ、なんか価値ありそうだよね。いや、逆に価値ないのかな、ああいう色のやつ。いや、知らんけどね。はい。あ、のどかな埋葬。あれ、こいつってスーレア枠だったんだ。初めて知った。はい。あ、生物のやつね。うわ、真っ白なやつ、テンション上がった。いや、スターダストとかの真っ白なやつね、なんか売ってた時に、うわ、いつかこういうの買いたいなとか思ってた時期もありました。嬉しい。あー、行こう、ほいほい。あ、てかなんかスーレア枠がやっと出てきたね。そう考えたらあれか、やっぱただ偏ってるだけか、気のせいだね。ただ売る枠が来てないから、ウルトラ枠だっけ、ウルレア枠来てほしいですね、もうそろ。うん、来ないですね。やばい、あと3パックぐらい、10パックぐらい。あー、やばい、テンションが上がってるけど、テンションの下がりが激しくなるかもしれない。破壊。ほい。あー、ブレイブパンサーのこれか。こいつはいまいち使い方が分かってない。こいつは分からん。つかまない。はい、次。ほい。あー、まあ、いつも通りの、もう見慣れたやつですね。あー、ほっとけ、これちょっとこれ置いとあー、アキオン、アキオンじゃない、パティアイトだ、ギャラクシー、ギャラクシー、これもちょっと見なかった。はい、次。はい、うーん、はい。お、あ、なんかまたこいつも色違うくない？あ、この違い、なんかこっちの方が豪華に見えるってやつ。ちょっとはあれない、触り具合もちょっと違うよね。あー、これはありがたい、ありがとうございます。いや、マジで20周年スクとかって1回しか弾いたことないけど、いや、まあ、だから闇の部屋だったら弾いたことはあるけど、やっぱ弾いた時の感動が忘れられないな。スーレア枠だったんだ、初めて知った。懸賞金な、これな、犬のやつな、わりかしいいなと思って見てたからな。ほい、はいはいはい。あ、ところてん。うーん、ラスト。はい、こういうラストの時ってね、基本何もドラマ生まれずに終わるんすよ。遊戯王のやつで絶対一番下に置いてあるパックなんて絶対来ないと思われですよね。はい、ということで、とりあえず引いてきたんですが、30パック全部引いたよね。 OK、 引いてるね。いやー、今回はこっちのパックはパックですごかったな。懸賞金で
鏡だね、機械のやつだね。タキオン、ブレイブ、破壊、のどか、アロマはありがたい。で、機械のやつ、気候竜でした。で、サラマングレイと、で、ゴリラ、天衣、あとはこの、なんていうの？すごい真っ白なやつだよね。いやー、けど、これ、すごいな。俺初めて見たんだけど、これ。もう、何書いてるか全然わかんないけど、かっこいいからこれ記念に置いとこう。じゃあ、ラスト、これ、聞いていきましょうか。いっぱいあるやつ。そうだ、この存在、俺ちょっと今忘れかけてた。危ねえ、危ねえ。で、これ、あー、これ怖いな。一個ずつやっていくか。開け場所あるかな。いや、もう普通、いや、これ普通に開けた方が絶対いいや。開ける場所ここら辺でしょ。あった。ほいっと。はい、これに関して入ってるのは、何だったっけ、いろいろと入ってます。超適当だけど、そういうことなんだ。ほい、まず一つ目、これ、あ、ハウスナンバー図だよね。おー、これ、ちょっと欲しかった。もう正直ね、ちょっとね、色が白いね、こいつが出たせいでね、ちょっと今感情がわりかし死んでるんだ。そこのところはマジでごめんなさい。感情、さすがにね、あれをね、自分で弾くことができるとはって思ってたから、いや、もちろん20周年祝の方が弾ける可能性は絶対やばいとは思うんだけど、びっくりしてたわ。ほい。あ、トロイミアのスーレアだ。キラキラしてるやつ。なんか、ここに、このパックに入ってるなんかスーレア枠、たまにね、なんか頭おかしい値段になるからびっくりするんだよね。なんかこれの、前回入ってるやつだったっけ？あれのトリケラトプスがあったんだけど、あれ2600円ぐらいで売れてびっくりしただもん。あいつに関してはいっぱい持ってたからね。汎用っていうことで。はい。うん、ふんふんふん。いつも通りですね。なんだったっけ？この中で欲しいやつが、あ、そうだ。俺、竜の鏡欲しいって思って、ん？鏡の竜だったっけ？あれが欲しいなって思ってたんだよな。だから、魔法カードが来てくれると、私はすごい嬉しいです。嬉しいです。はい。あ、またこいつもスーレアだ。で、こいつはアーティファクトデスサイズ。アーティファクトですって。このアーティファクトとか全然興味ないやつっていう。知らないんだよ。もう俺が遊戯を離れてる時に、もういろいろありすぎた。何がどれで、何がどれとか全然知らない。わかんない。俺にはわかんないっす。はいっと。はい。はい。ああ、さっきのやつとスーレアじゃないやつだね。普通のノーマルの方。これトロイミアフェニックスね、ちょっとね、欲しいなと思ってたから普通にありがたいんだよね。はいっと。手でやった方が早い。あ、カオスナンバーズ。ありがとうございます。ああ、サイですね。ちょっと待って、同じやつしか着てなくね？めっちゃ同じやつ着てるやん。サイ着すぎじゃない？いいよ、サイ俺求めてないよ。俺が求めてるのは鏡なんですよ。鏡着てくれませんか？お願いします、マジで。ほい。ほい。あ、トリックスターだ。トリックスターな、一回組もうかなと思ったんだけどやめたんだよな。なんか遊戯王あるあるで組もうと思ってるのをやめるってありそう。ほい。拳銃士のやつだね。拳銃銃か。はい。あー、よかった。一枚来てくれた。ありがたいね。ということで、とりあえず、この、デュエリストパックのやつも開けてきたんですが、スーレアが、一応、2枚入ってましたね。で、2枚に関しては、トロイメアフェニックスと、アーティファクトデスサイズというので、ありがたい。いやー、よかった、よかった。よし。ということで、とりあえず今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。